はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の痴漢積分丸三をお送りします。で、問題3問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、痴漢積分3つ目で、一応このタイトルは最後です。次回は部分積分が始まるんですが、まずね、1番から解いていきましょう。で、今まで痴漢積分何問かやってきたんですけど、この特徴としてはまず2つ括弧がありますよね。で、前回の流れからいくと、その指数の数が大きい、まあ、3乗こっちが大きいんで、ここを、まあ、t とかって置いてやっていくっていう方向性が見えるわけですよ。で、実はそれでも解けます。結論としてそれもちょっと一回試してやってみるんですが、特徴としてね、こっちの括弧を微分したもの、つまり x2 乗プラス x-3、これ微分すると 2x プラス1になりますよね。微分すると。それが、丸々あるじゃないかっていう、こういう状態の時に使える技があるんです。今回これを覚えてほしい。で、結論からいきます。なので、これまずちょっと書き直すとね、これっていうのはこいつ、つまり x2 乗プラス x マイナス3を微分したもの、これね、書き直すと。で、それに中身が全く同じもののほにゃらら状になってると。こうなっていたら、ここの数字見てください。3ですね。それに1を足します。まあ、今まで積分やってたのと同じ感じ。1を足したものを逆数にして持ってくる。4分の1です。そして、ここに、こいつ。このまんま、丸々持ってきます。x2 乗プラス x マイナス3。そして、肩の数字も1増やします。4乗。で、積分定数のプラス C を持ってきて、これで終了なんです。知っとくとね、すごく時間短縮になる。楽なんだよね。まあ、どういう状態かっていうと、うちはね、公式よく書いてあるやつをね、書いておくと、微分したものに、その微分する前のものの N 乗になっていると。こういう状態。中身が一緒で片方が微分したものになってるよと。で、ほにゃらら状ね。になっていたら、肩の数字に1を足したものを逆数に、この fx を n たす1乗にしましょうと。これね、こういう公式があります。で、最初にお話、ちょっとね、動画長くなってしまって申し訳ないんですが、まあ、ここね、禁止にしない方はスキップして2番に行っちゃってください。これをじゃあ、その前回やったような形でね、ここです。ここを t と置いて一回解いてみようと。解いてみようとね。やってみましょう。で、どうしようかな。ここに、ちょっと別解として持ってきますね。こっちです。じゃあこれ t って置きました。で、前回の流れでいくと、こっちは t って置けたんですけど、こっちも t で置かなきゃいけないんだよね。そうしないと t でまとまらないので。ただ、こっから 2x プラス1を t で置くのちょっと難しいので、放置します。無視しておきます。ただし、dx を dt に変える必要はあるので、これを、ね、dx を dt に持っていくために微分します。これを。全体を t で微分すると、まず右辺は1ですね。で、左辺に関しては、まずこれ普通に x だと思って微分して、2x プラス1になりますよね。それに dx dt をつけると。微分すると。で、これをちょっとまとめると、dx イコール、逆数になるので、2x プラス1分の1 dt。こうなる。で、これをここに代入しています。代入すると、パーッと消しちゃいますね。2x プラス1は無視したんで、このまま書きましょう。で、ここは t になったんで、t です。で、dx の部分はこうなったので、2x プラス1分の1 dt となって、消えるんですよね。消える。だから別に放置しててもよかったの。そうするとこれ間違った。3乗ついてなかったわ。3乗だね。これ t の3乗。ってことで、インテグラル t の3乗 dt になったんだよ。これ普通にできるもんね。4分の1 t の4乗でしょ。プラス c と。で、t をもともと戻してあげれば、これになるじゃないですか。だからまあ今置き換えてももちろんできるんですけど、
こういう状態になっていたら、一回一回置き換えなくても、パッて、ほぼ一発で解くことができるので、ぜひね、このやり方を覚えておいてください。よいしょ、2つがなかった。ちょっと別回途中になってますけどね、ちょっと一応残しておきましょう。といった感じです。では、2番いきましょう。で、これはですね、このちょっと気づけるかどうかちょっと大事なところもあるんですけど、ルートの中身。今までルートがあったらさ、それを t って OK って話をしたんですが、ルートの中身を微分すると、これ 2x になりますよね。かかってるじゃないですか、2x が。これは来たと。で、ちょっとこの形に似てないんで、いけんのかって感じがするかもしれないんですけど、無理やり書き直します。ちょっとわかりやすくするために。これって、2x かける、ルート x2 乗マイナス4分の1 dx 分けて書くとね、こうなるじゃないですか。で、x2 乗マイナス4分の1っていうのは、まずルートっていうのは、2分の1乗でしょ ?2 分の1乗。で、それが分数の下、分母に来てるからマイナスですよね。だからこれ書き直すとマイナス2分の1乗になるわけですよ。で、しかもさっき言ったように、x2 乗マイナス4を微分したものがここにいるんですよね。つまり公式に当てはめようと思って書くと、x2 乗マイナス4を微分したものって書ける。2x は。で、後ろが、x2 乗マイナス4のマイナス2分の1乗 dx なんです。この形ですよね。微分したもの、ほにゃらら乗。こいつの便利なところは何乗でもいいんです、ここ。予算上だろうが、マイナス2分の1だろうが。いいかなってことは使えると。まあ、もちろん1乗だとちょっとね、困っちゃうんですけど。あ、じゃマイナス1乗だとね。まあ、そんなような別になってしまうんですが、で、これを公式使っていくと、肩の数字に1を足しますと。そうすると2分の1ですよね。つまり、これのルート2分の1乗なので、書いちゃっていいか。2分の1のまず逆数で2が出てくると。2が出てきて、x2 乗マイナス4の2分の1乗なんだけど、それはルートと一緒だから、ルートにしちゃって、x2 乗マイナス4。そしてあとはプラス c をくっつけるだけの。これで終了です。でね、まあこのタイプ、またシンプルに微分したものがあるじゃんって気づけるパターンもあるし、例えばこれ、ちょっとだけね、若干難易度が上がると、分母同じなんだけど、分子がこうなったりすることがあります。X。だから、微分したものが 2x じゃないんだよね。あーちょっと惜しいな、みたいな。でもこれ、このやり方で解けます。どうやるかっていうと、逆に、ここが2だったらいいじゃんって思うわけですよ。微分したものが上に来てくれれば、あれ使えるって気づけるわけだよね。じゃあ、2を無理やりつけてしまえばいいんです。やりやすいから。ただし、ここだけに2をつけてしまうともちろん NG なので、帳尻を合わせるために、2分の1を前につけてあげれば、どうせ約分したら戻るでしょ?で、OK じゃんと。で、2分の1は最後につければいいからさ、このインテグラルの中の部分を計算したらこうなりました。で、2分の1を、約分すればこう消えるよね。で、答えがここの部分、後ろの部分になるよ、みたいな。こういう風に使うこともできますので、いいかな?ぜひね、うまく使ってみてください。ラスト、行きましょう。これまずね、ちょっとタンジェントめんどくさいんで、タンジェントは、コサイン分のサインですね。つまり、コサイン分のサイン、かけるコサイン分の1みたいになってるから、書き直すと、整理すると、コサイン2乗 x 分の、サイン x dx と、こうなってます。これだから、計算しただけね。タンジェントを使ってね。で、これも、下が2乗ですね。2乗になってて、で、コサインを微分したものはマイナスサインなんだけど、さっきと同じで、マイナスだけだったら別に帳尻で合わせられるわけですよ。別にマイナスつければいいから。だから、それを考慮して、インテグラル、これがね、サイン X を、ごめん、コサイン X が来た。マイナスだね。マイナスコサイン X を微分したものと考えるんです。マイナスコサイン X をね、微分すればサインになるじゃないですか。でもマイナスをわざと入れちゃったので、ここにマイナスが必要。帳尻で合わせます。で、後ろに関しては、コサイン X の2乗なんだけど、分母に来てるので、マイナス2乗ね。で、DX。で、こう考える。で、あとはこの公式使います。お中身同じだからね。微分したものと、これ。ほうほうほう。こうか。
まあ、コサン、こうだね。コサン X を微分したものって考えたら、マイナスサインだから、帳尻合わせるためにマイナスだね。失礼しました。こっちだね。中身が一緒になって、微分したものと、ほにゃらら状になってるから、で、マイナス1を書いておきましょう。これね。で、マイナス2、肩の数字に1足すとマイナス1です。マイナス1の逆数はマイナス1はプラス、マイナス1なので、これがプラスに変わると。で、変わって、で、コサイン X の、マイナス1乗か。で、プラス C となるので、まあ、マイナス1乗だから、コサイン X 分の1、プラス C と。これで終了となります。いいかな？ぜひね、この公式便利なんで覚えておいてください。で、ちょっと書くスペースあるかな。せっかくなんでね、まあ、前回か、やった公式ですけど、そのインテグラル、ちょっと似てるのがね、分数になってて、こうです。下に元々、まあ、fx があって、微分したものが分子に乗ってるとき。で、このときっていうのは、これはログ、絶対値の中に fx を入れる。で、プラス c って、これ公式でしたよね。で、これも、よく使うので、もセットで覚えておいてください。例えば、なんだって申し訳ない。例えば、これがもし、問題がね、コサイン2乗分のサインじゃなくて、コサイン分のサインみたいな、になっていたら、あ、これサイン分のコサインが分かりやすいな。逆にしよう。サイン分のコサインになって、これインテグラルやれって言われたら、これ、サイン、微分したものが上に乗ってますよね。微分したものが上に乗ってる。この形です。微分したものが上に乗ってるので、こいつは、ログ、絶対値、サイン X。まあ、プラス C ね。っていう風になります。使うのが違くなっていく。目印としては、こういう形ね。微分したものがあって、片方がほにゃらら状になってる時に、この公式、この技ね、使うことができますので、ぜひね、うまく復習して使いこなしてみてください。では今回はね、置換積分丸3をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。